北海道しべどり軍の一しべどり軍は、北海道根室振興局の軍、以下の一村を含む、当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土問題の項目を参照のこと。エトルフ島の北東端に位置し、東はウルップ軍、西はシャナ軍に接している。中心集落のしべどりには、村役場のほか、病院や小学校、自社が建てられ、 南岸のトルシリ地区には缶詰工場もあったが、人口はエトロフ島三軍中で最も少なく、さらに昭和初期に最多を数えた後、減少傾向となった。江戸時代中期、しべとり軍域は、東エゾ地に属し法歴4年正さ藩によって開かれた国なしり場所に含まれた。天明6年と寛政3年には、もがみ内がエトロフ島島とウルップ島を探検。 完成十一年には、高田や貨幣によって、エトロフ航路が運営されるようになる。江戸時代後期に差し掛かった、完成十二年には、国後場所から分立した、エトロフ場所に属するようになり、巨場が設けられ、同年、幕府の正木へ造地保養を取り扱い、近藤十三が、鴨岩深岬近くの丘に2本目の、第二本恵みトロフの標柱を建てられました。近藤によると、 完成12年には75中3郷6村が、トリ軍域にあり、人口も300人ほどを数え、また11年後の文化8年には、おといまうしにも集落ができている。この間、次へモンラ6名の喜び小丸乗組員たちが、漂着した北千島方面から、ウルップ軍域を経て、文化3年6月28日に、エトロフ島の北端に到着し、7月2日に、 幕府のしべとり番所に到着した。その後、シャナ軍域の会所に向かっている。文化11年頃には、高田屋によって、エトルフ島しべとり村しべとりコトヒラ神社が創立されている。また、当時ロシアが南下政策を強力に推し進めており、その脅威に備えるため、完成11年しべとり軍域は天領とされ、南部藩と津軽藩が敬語を行っていたが、文政4年に、 マサキハに戻った。その後、安政2年再び天領となり、安政6年の六半分領以降、エトルフ島シベドリ軍域は仙台藩の管轄になっていました。千島を視察しこの島を守備していた仙台藩市は、シベドリ村に建てられた一番目の第二本恵みトロフの標柱が60年余り時間が、立ち木性のためかなり傷んでいたので、仙台藩市によって、 大日本地名アトイアと書き改めた標柱を、エトロフ島ーシベドリ村カモイワッカ岬に建てていきました。カモイワッカ岬の地名は、エトロフ島ーシベドリなのですが、土地の名前など勉強が不十分であったためこの、表題になりました。アトイアとは、見晴らしの良い,い岬を呼ぶときに使います。国知里島にアトイア岬があります。1875年、ユチ城期開拓シリーン。 時藤ためもらが、千島方面へ出張した時に、大日本地名跡トイ柱を箱館てに持ち帰りました。エトルフ島しべどり村の鴨居イワッに、大日本地名跡トイの標柱が建てられていたのは、わずか16年間になります。母親戦争終結直後の1869年、大砲律領の国軍里政を踏襲して、しべどり軍が置かれた。昭和5年、 最上徳内らが設置した完成12年の氷柱が朽ち果ててしまったため、北海道庁がしべどり村村長の大沢さんに新しく作り直すことを依頼しました。この時、国境が定まっていたので見か石で記念碑を作ることにしました。本土に発注して出来上がった見か石の記念碑はしべどり村から船で運搬、エトロフ島島民の手によって人力で、 エトルフ島ーベドリ村カモイワカミサに、第2本恵みトロフ、昭和の記念碑を、カモイワカミサに建てました。エトルフ島ーベドリ村カモイワカ、ミサ記念碑写真提供、公益社団法人千島ハボマイ諸島居住者、連名写真撮影、元島民、中田直司さんエトルフ島ーベドリ村カモイワカミサの、三影石の記念碑写真提供、 公益社団法人千島生舞諸島居住者、連名写真撮影、元島民、中田直治さん戦前の北方四島写真収録集、国勢調査の結果のうち、大正14年昭和10年のデータは、昭和10年の国勢調査報告より、ありがとうございます。